クリストバルカービン、または、30キラクリストバルカービンは、ドミニカ共和国のアルメリア産、クリストバル兵器賞が設計した、自動小銃である。この銃は、ハンガリー軍が採用していた 43M、短期間銃から強い影響を受けており、小銃ではなく、短期間銃に分類される場合もある。いずれもハンガリー人技師キラー・イパールによる設計で、 彼は1947年以来ドミニカ共和国に移住し、アメリアサンクリストバル兵器省に雇用されていた。この名称は、後の独裁者、ラファエル・トルヒーヨ将軍の故郷、サンクリストバルにちなんでいる。ドミニカ共和国の軍、警察が採用したほか、キューバ革命前のキューバにもある、程度輸出されている。サンクリストバルカービンは、 木製重傷と着脱式30発箱型断層を備え、筒状の機関部ミニ側にコッキングハンドルがあった。動作にはレバー遅延式ブローバックを利用していた。当初は 9X19mm パラベラム弾仕様で生産されていたが、典型的には30カービン弾仕様のものが知られている。 アメリアサンクリストバル兵器賞は1950年から1966年にかけて20万兆以上のサンクリストバルカービンを製造した。1961年5月31日にトルヒーヨ将軍が暗殺されると新生ドミニカ政府は国内の軍需産業の段階的縮小を決定する。1990年までにほとんどのサンクリストバルカービンは一線を退いた。 ものの、軍事学校での教練容器材としては未だに使用されているという。チェゲバラがキューバ革命中に愛用していた銃としても知られる。ありがとうございます。